ながらスタジオ始まりましたよ。第14回になります。メインパーソナリティ私中村愛です。そして今回は橋村姫と黒羽優希です。お送りします。お願いします。お願いします。いやーもう1月24日ということなんですけど、新年会とかしました？飲むなんかその辺ちょっと聞きたくて。飲めなくはないんですけど、全然飲み会とか普段行かないんです。大人数で集まるって苦手。苦手ですね。やだ苦手。意外だね。やばい。なんかイメージ的にはみんな得意そうな。本当ですか。なんかいつ帰っていいか分かんなくなっちゃうのが怖いですよね。あ、分かる。気まずいというか、お開きまではいないタイプ。私はいないタイプ。私も二次会は絶対行かないタイプ。同じです。やっぱ分かります。なんかさ、途中で帰った方が楽しかったって感じしない？だらだら行っちゃう。そう。あと、どこ行くお店っていうこの時間ももったいない。分かります。ね。うちらどう？女として全然良くないよね。いいじゃないですか。本当にいいのかな。でもそういうの好きな人に憧れない？ちょっと、あ、全然いい。これでいいです。友達はいる？そもそも友達は友達だけみたいな。少人数の友達と2人とか3人だけとかの飲み会とかだったら超楽しいですけど、そしたら2時間も行きたい。少人数なら3人までだよね。だったらもうボーリングも行きたいし、その後の卓球とかも行きたいし。行きたいよ。でもなんか4人と4人がきついかもしれない。大体2人2人で分かれちゃいますからね。なんか本当に楽屋みたいな話本当にお風呂みたいになってましたけど、そんな3人でお送りしたいと思います。さあ、この番組はどんな番組なんでしょうか。ひめちゃんお願いします。はい、この番組はアコースティック J-FORK の祭典フォークガラスクエアのイベントや参加アーティストの情報をお伝えする番組です。はい、そして今回は第14回は、はい、本日第14回はプロデューサートーク、1月28日 ZEP 東京出演アーティストインタビュー、ライブハウスオーナーのアコギ講座など盛りだくさんでお届けです。はい、番組最後に番組出演者アーティストの募集なんかもあります。フォークガラスタジオ第14回スタートスタートプロデューサートーク、イエーイ。フォークガラスクエアのプロデューサー田村仁さんにお話を伺います。よろしくお願いいたします。いや、もうついに、はい、もうね、間際になってきましたね。1月28日ということで、これ見てる方、早めに見た方はもう8日後だよと。そうですね、感じになるんですけれども。そうなんです。お二人も決まっておりまして、今回ちょっとざっくり、今回はね、あと面白いなと思ったのは、女性率が高いんですよ。全部で大体何組ぐらい？全部で18組ぐらい出るのかな。その中で女性がもうほとんど、7割8割女性なんじゃないですか。すごい確率で女性の人の方が入ってきてますね。で、去年の ZEP 東京、丸1年ちょっとだから、一昨年になるんだけど、はい、ZEP と1回目の ZEP 東京よりもソロの人が多いです。前回出てた？ゆめちゃん、前回の ZEP は出てないです。前回に出てくれたのは伊藤由紀と千夏だけ。あ、そっか。この2組だけが引き続きまた出てくれたんですけど、それを知ってる人からすると、伊藤由紀が前回お、唯一に近い、3組ぐらいの中の1組だったかな、弾き語りは。それくらい少なかったんですよ、ソロが。今回は、今回は ほぼほぼでもないけど、ソロの子が結構な数。18組いると1人当たり何曲ぐらい歌えるんですかね。2、3でしょうね。2、3、多分2、3だと思いますね。厳選したじゃあ曲を、結局その、なんだろう、ちゃんとしたその対バンライブとか、そういうのになるとやっぱり大きなたくさんの数出せないし、ファンの人もやっぱりある目的があって来るわけだから、そういう意味では長い時間やってあげないとっていうのになるかもしれないですけど、今回はその本当にみんなを見てもらいたいっていうのが大きいので、みんな2、3曲だと、例えば、自分の目的の人が少ないのはちょっと辛いけど、他の人も見てられるじゃないですか。正直それぐらいがちょうどいいって思いますね。そうそうそう、初めて見ましたと、どれにしようか、どの子が押そうかなって思うとね。で、さらにその子たちがみんなレベルが高いので、見やすいので、
最初から最後まで見て、あ、今日満腹だったら得したなみたいな、うんうん、同じお金出して、まあ、いるワンマンとか見に行くのとは違う意味での価値観を持てるかなっていう、うんうん、しかも3曲ってなるとアーティストからするとやっぱちょっと曲調変えたりしますよね。そうですね、いろいろ試行錯誤しなきゃいけないんで、まあ、勝負としては面白いんですよね、うんうんうん、で、ジンさんも出られるし、あ、そうですね、まあ、俺も出ますしね、うんまあね、また一味違う感じになると思いますけど、だからその結局そのアコースティックの勝負っていうのが、はい、アコースティックのイベントっていうのが何たるものなのかみたいなものを、うん、その俺も勉強したいし、未来に対して、はい、その例えば過去のアコースティックのストリートっていうのが流行った時代とか、うん、そのさらに前の俺のもうリスペクトしてたフォークシンガーっていう方たちの時代、うんとかそれぞれ時代時代の背景があって、そこにそのアコースティックの音楽があったんですけど、うん、じゃあ令和のアコースティックってなんだろうみたいなのを、その俺も見たいし、みんなにみんなとトークしたいし、みんなも考えてもらいたい、うんうん、そのもう平成じゃないわけじゃないですか。平成の時代に培った音楽がそのまま継続するべきなのか、うん、それでも新しいところに旅立つ、それを何ですかね、バンドとか DTM とかそっちの方に行くならまだしも、うん、アコースティックっていう原点で変化しようっていうことですから、相当神経質でリアルじゃないと、うん、昭和も知ってますもんね、昭和も分かるし、平成も分かるし、もちろん前言ったかな、俺、うん、ものすごくやっぱり楽しみにしてるのは、うん、やっぱり詩なんですよね。お、聞いてないそれ、詩詩だって音楽は12音しかないわけだから、うん、そんなに大きな変化ってどうしようもこうしようもないし、うん、ギターも6本しかないし、弦が、うんはい、だからそんな中でどう表現するのかっていうんで、一番その変わるのは言葉ですよね、うん、昭和の時代の生き方と今の生き方は違うわけですから、うん、タイトルも違いますもんね、タイトルも違う、J-POP でもね、もちろんもちろん、だからそのどんな言葉を使って会話をしてくれるんだろう、例えばそれが10代の子だったら10代内の今の会話をするだろうし、うん、例えば50歳の人が出てきたら50歳が令和2年でどう何を考えてるかっていう会話になるじゃないですか、うん、それがやっぱり同じ日本語の中でどう表現しようかっていうのは、まずなんかプロデューサーみたいなね、はい、いやいやいやプロデューサートークだった気がプロデューサーだったねえでも本当に今初めてぐらい真面目なジーダー、そうですか、なんか今日狙ってる人いますね、いやいやいやそれぐらいかっこいいですよ、いつも考えてます、それは本当いつも考えてます、でもだって聞く曲すら違うじゃないですか、うん、変な話、うん、うちらの世代とね、いやだからもう絶対感覚も変わってない、でもでも例えば、まあ、今ネットとかそういうの多様時代にはなりましたけど、うん、とはいえ限界ありますよ、みんな10代20代50代全員見るものは同じスマホの中で見るわけだし、例えばチャンネルテレビだってそんなにたくさんあるわけじゃないし、映画が何がいいっつったってものすごいマニアックな映画を見られてるのはまだしも、うん、そこそこの映画を見てるならそんなに大きく変わらないですよ、だから時代を歩いてるのは同じですよ、うん、だけどそんな中で私は俺はこんな隅っこのことを考えてるとか、でそれを幾多のまたネットありがたい話ネットでつまめるんですよ、その時にやっぱりこっちは刺激があるし、それは今度俺の勉強になるわけじゃないですか、っていうこの繰り返しですよ、真剣に聞いちゃってますよ、もうやったやったこれはもう完全に真剣な会ですから、いやいや、でも本当そう思ってて、だからキャラクターもそうだし、作るものっていうものを絶えず新しく考えていく人、うん、で、まあ、例えばプロデューサーとか音楽ディレクターとかいるじゃないですか、す業界の人とか、その人たちだってそれを考えてないとだって育てらんないもん、そうですね、常にね、もう保守的な人はダメです、はぁ、うん、勉強になります、ね、え、本当それはもうどの世界だって、うん、エンターテインメントってジャンルも同じですからね、はい、俺なんか電車の中でふっと思いついた単語は絶対メモりますよ、うわー、今でもメモります、教えてほしい、はい、いっぱい入ってます、エロい言葉じゃないですか、大丈夫ですか、エロい言葉もたまに
いやー今日はなんかちょっとかっこよすぎてなんかちょっと気に入らないですちょっと待って、ちょっと待って俺いつもだって自分はどうモテないのかとかさ、わかります？いや漫画描くのうまいけどモテないんだよみたいな、そう突っ込んでくれたらそういう返しをしますけど、ね、今日はでも1月28日があるから、ね、直前でいい人で終わりたい。あ、そうですか、かっこいい人で終わりましょう、はい、ちょっと最後に1月28日、はい、1月28日、ね、ZEP 東京というね、インディーズの子がなかなか出れなくなってしまったこの箱を、抑えました。でたくさんのいいアコースティックミュージシャンが集まる日なので、うん、はい、とっても贅沢な日なので、ぜひどこから来ても見れるけども最初から最後まで見てもらいたい。16時半スタートですね、はいはい、何時ぐらいまでやるんですか？9時半ぐらい。そんなに長いんだ。やりますやります、はい、出番の順番みたいなのはタイムテーブルは出ます出ます出ます、近くなった、はい、それはサイトを見ればいいってこと？サイト見れば大丈夫です。フォークガーラスクエアで調べれば出てくるんですね、はいはい、ということで皆さんぜひ1月28日来てくださいということで、田村仁さんありがとうございました。ありがとうございました。アーティストインタビューでーす。前回は、まあ、ゆきさんにお話を伺ったんですけれども、今回は姫ちゃんにお話を伺います。よろしくお願いします。姫ちゃんは、まあ、事前にいただいた内容的にすごいアニメとかゲームが好きっぽい。お、どう詳しい？ちょっと全然全然私は全然詳しくないよむしろちょっと苦手かもしれない。あ、最近のやつ全く分かんない。でもぷよぷよって最近なの？あ、ぷよぷよ大好きよ。本当ですか？うちら世代よね。そうですね。それはあのぷよぷよで合ってる？あのぷよぷよ好きなんですよ。今さら？え、でも知ってます？最近ぷよぷよとテトリスで戦えるのって知ってます？知らない。ぷよテトなんですよ。ぷよぷよとテトリスで戦って、すげー。え、ちょっと待って、まずこの機械はファミコンとかスーファミじゃないでしょ？ニンテンドースイッチって。スイッチで、スイッチ、待って、スイッチってテレビに映さないやつ？え、私もテレビでもできるし、携帯のようにスマホみたいな感じでも使ってできるみたいな。できて、テト、そういうソフトが売ってアプリ今は。あ、ソフトです。それはソフトです。ソフトはぷよテトっていうやつが売ってるの？そうです、そうです。へぇ、自分もできるし、テトリスもできるみたいな。え、自分がテトリスってどう？私もぷよテトリスってなったら人もテトリスで戦えるって感じ。テトぷよってなったらもうそれでも戦えるみたいな。踊ったらぷよぷよの方がなんかいいかも見た目がなんか面白くない？ぷよぷよってなってて確かに、うん、そういうのがあったりするんだね。すごい。音楽は関係ある？このアニメとかそのゲームとかっていうのは。あ、でもアニメはきっかけ、うん、なんかアニメ結構いろんなの好きなんですけど、その歌を歌うキャラクターとかにすごい惚れやすくって、うん、一番最初のその歌を歌いたいっていうきっかけになったのも、うん、キラリンレボリューションっていう女の子がアイドルを目指すアニメ。アイドルマスターみたいな感じ？そう、ちょっと違う。キラキラのキラリンレボリューション。そうなんですよ。あのチャオっていう少女漫画の、ね、そうです、そうです、モーニング娘。の子が歌と声優やってるアニメなんですけど、なんか普通のただの普通の女の子がアイドルになるよっていう宣言をして、本当に芸能活動を始めていくみたいな。それを見て、あ、私も歌う仕事したいと思って歌始めたんです。じゃあそういう声も出せるの？そっち系じゃない？キラリーネボリューション。わかんない、見たことないよ、イメージね。キラリーネボリューション、私なんかがなんていいんですか？違う、全然なればいい。全然違うの？違ったら違うって言ってよ。違うのね。こういう声はできる？できそうかなと思ってアニメ。できないんだ。何でそんな笑うの？すごい違うキャラクター。そんな違うの？キラリナもイメージはそうだったよ。私アイドルに なる。違う。それ海賊王ですよね。違うバージョンだ。なんかエロい海賊王だ。違うんだけどね、ごめんなさい。じゃあ声優さんじゃなくて興味を持ったのは歌の方に行ったのね。そうなんです。でもアニメソングとかも日本の文化のアニメが好きだったので、うんうん、アニソンシンガーになりたいとか
って思ってたんですけど、もちろんその夢もあるんですけど、でも今は自分で作った曲を自分の声で届ける方の方が今なんかやりがいを感じていて、私ゆめちゃんの聞いたことないんだけど、どんなようなどんな曲、一回だけライブ被ったことある、野太い声のイメージはないんだ、全然違う、違う、ちょっと一節、今ちょっとこれ一節いける、あれだったらハモるけどじゃあ無理何でもいいよ、あの誰の曲でもいいよ、自分の曲じゃなくても、こんな無茶ぶりされるとは、キラリーネモリーション歌ってよ、キラリーネモリーション、私のイメージ、助けて、キラキラレボリューションイメージこれだわ今違うの、なんか私はどっちかって言ったらこうバラード、あバラ、そっか暗い系の、うん、そうなんですよ、しっとりしっとり、歌ったら逆にもうあれか、じゃあありがとうございましたってなっちゃうか、もうぜひライブで聞きたい人はどうすれば YouTube を見ればいい、 そのまま多分これが YouTube で動画を見てると思うので、検索欄梨村姫と打っていただければそのがいいかもしれない、チャンネル、そうね、うまいこと告知しちゃってるのかなそうですね、皆さんぜひ調べてもらって聞いていただきたいと思います。あと他にも SNS とかやってますか、 Twitter と、うん、オフィシャルサイトでライブ情報とかを載せていて、うんうん、あとあれですね、最近ブログを書き始めました、最近今さら、去年の10月くらいから、何ブログ、アメブロ、アメブロです、おをやりだしたと、やりだしました、遅いなんかツイッターで今までライブありがとうございましたみたいな書いたんですけど、なんか書ききれなくなって、もっとしっかり書きたいと思って、うん、ツイッターのもっとしっかり書く版みたいなのをブログにしてます、あ確かにちょっと続くタイプなのね、そうですね、今のところ緻密にブログは続いてます、毎日更新とかではないんですけど、なんかあった時は更新して、じゃあそこにイベントとかの情報は載ると、はい、載ってます、じゃあ載ってます、言います、とりあえずいい言わないじゃあ1月28日は必ずあるということですもんね、はい、初ですか、ゼップは初です、緊張しそうだけど、いや超緊張してます、本当にまさかこんな自分に、うん、ここに立てるチャンスが来るのと思って、22歳でだよ、だってなかったので、なかなかない、ね、ない、ないすごい、ありがたい、キラリーネモリーションぜひ歌ってほしいな、ね、歌わないよ全部歌わないか、逆にでも面白いですねギターでね、多分すごいオリジナルとのギャップにはなると思います、確かに真ん中らへんに、うん、まだセトリは決まってないということで面白いですねということで、ひめちゃんありがとうございました、本当にいろいろ聞かせていただいて、ぜひこの後も見てください、 YouTube ひめちゃんのね、よかったら見てください、お願いします、ということでひめちゃんでした、ありがとうございました、ありがとうございました。フォークガーラアコギ講座、コードの押さえ方バリエーション、ライブハウスオーナー15年、阿佐ヶ谷ドラムの小川圭一です。本日は私からアコギを弾いているあなたへ、コードの押さえ方バリエーションということで、コードブックに載ってるのとはちょっと違うんだけれども、非常に便利で、押さえやすく使いやすい、コードの押さえ方とコード進行についてお伝えしていきます。今日はですね、Em7 から始まる4つの、コードの進行をお伝えします。最近ちょっとね曲の中で弾いて、非常に素敵な、コード進行だなと思ったのでお伝えしたいと思います。まず Em7 ですね、2弦の3フレ小指で押さえますけども、5弦の2フレを中指で、この2つです。あとの1、3、4、6弦は開放です。Em7 で、2番目のコードが、この5弦の2フレが1フレに行きます。これはコードで言うと Em7 のフラット5ですね。で次に、5弦を離して4弦の3フレを押さえます。6弦をミュートします。これがベース音が5弦の A に変わって A7+4 で、2弦の3フレを押さえてた小指を2フレに動かして A7、この4つのコード進行です。続けて弾いてみます。 Em7 flat 5 A7 6 4 A7 8
はい、でこれを、D のキーの中で弾いてみたいと思います。 D ですね、いかがでしたでしょうか。本日は、まあ、D のキーの中で今弾きましたけども Em7 から始まる4つのコード進行、についてお伝えいたしました。よろしければ使ってみてくださいね。それではまた次回お会いしましょう。バイバーイ。エンディングです。終わっちゃいますよ。14回。さあもう大体ね、私たちのこと分かった感じしないですか。皆さんどうです か。そして3人の相性もだんだんよくなってきた。なってきた。ただなんかちょっと2人が若干疲れてる気がする。笑い疲れました。笑いとかありましたか。ジンさんがとにかくもう真面目でかっこよかったじゃん。それはすごい今回は一番まともだったよ、うちらより。あ、かもしれない。そうそう、かもしれない。プロデューサーって感じだったよね。うん、私たちちょっと今日ぶっちゃけ私だけおかしかったかもしれませんが、皆さんいかがでしたでしょうか。さあじゃあ感想いきましょうか。一人です、はい、どうでしたか。だって今回ゲストでしたもんね、ニメちゃん。なんか音楽以外のことを話すことってなかなかないので、うん、面白いなんか収録になったなと思ってます。ちょっと人となりが分かったかな。どうかな。そしてはい、さんはひたすら笑った回でした。そうじゃん、よく考えたらそんな喋ってねえじゃん。ずっと笑ってた気がします。確かに、後でこの辺疲れるやつ。ここ、ね、ゆうきさんできるんですか、アニメ声。できない。男側で。シンジ君はよく似てるって言われます。シンジ君って。エヴァ。エヴァンゲリオンも。エヴァも見たことないですね。わかんない人が。行きますい。いや、行きますはガンダムです。ガンダムだ。ちょっと違う。惜しい。乗り物っていうのはあったよね。あるでしょ。なんかセリフあるの、なんか。セリフ。言うの。教えて、なんだっけ。エヴァの。似てなかったら。かなりいいよ、私がやるから。え、なんでマジセリフは何なの。僕じゃないんだ、やる。もうやる気になってたから。じゃあお願いします。もう絶対姫ちゃんやらないからね。絶対やらないですね。でも見たいよって人は YouTube 見てくれるから。もしかしたら乗っけてくれるかもしれない。かもしれない。それはゆきさんの Twitter に動画がね、しんじ君似てるって言われたので、やりますって言うかもしれない。ということで、うちもね、ある程度終わりました。でもライブの告知、ゆうきさんめっちゃ多いよね。あ、そうなんですよ。そう、1月、今日が24日なので、はい、なのでそれ以降はまずは、ゼップですね。あ、そうよ、これちょっと持ってもらっていい。ゼップ、お願いします、ね、たくさんの方出ますよ、18組です、全部で。そうです、女性の方が多いということだったんですけれども、はい、他にも、ほらこれですね。で、その後は、2月の16日に初めてのツーマンがやります、うん、ありがとうございます。ツーマン の相手が決勝戦で、ゼップの決勝戦で戦ったハーツェさんという方。え、でも結構暗い曲なんでしたっけ。そうです。じゃあ2人とも暗い曲で。暗い世界ですね。暗いツーマンでございます。それはどこでやるの。これは東京クラブさんっていうところのグランドピアノの箱がありまして、おしゃれ。はい、そこの水道橋のお店でやらせていただきます。じゃあいいね。ハーツェさんもこれなの。ハーツェさんユニット2人組なんですよ。片方がピアノで、片方がボーカルさんで、ピアノの方がグランドピアノを弾いてくれます。うわー、はい、いいねー、すごい楽しそう。他の方もフルートとピアノのユニットで出るので。フルートとピアノ。そうなんですよ。なのでフルートのフルーティストリリーさんという方がいらっしゃるんですけど、その方と僕がユニット組んで、ユニットのツーマンでございます。うわー、おしゃれ。かっこいい、はい、鳥肌立ちそうなやつですね。うん、わー、楽しそう。他にもあるけども、はい、そうですね、まあ、ツイッター見ていただいて、はい、ゆめちゃんはあとはツイッターでいい。そうですね、まあ一番大事なのは今のところ、うん、そうですね、ゼップ、私もこちらで。俺超えるの多分ないですもんね。もう1月から飛ばしてここに全力を注いでいくので、はい、よろしくお願いします。お願いします。ということで、この番組、ホークガーラスタジオからもお知らせがございます。この番組のアシスタントを募集しております。あ、よかったらぜひ。お、そう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 、やりたいです。あの、でも言ってもらうっていうよりは
番組の概要欄から応募をお願いします。わざわざね、お願いします。ないとそうです。そしてエンディングテーマ曲は今回伊藤由紀さんで親父です。会ったことあります？伊藤由紀さん。あります、あります。あ、そっかそっか、そうそうなんです。親父という曲です。お願いします。で、この曲とかも募集しているので、もしかけてほしいっていう人がいましたら、はい、ぜひ応募欄からお願いします。受け通してお願いします。ということで、フォークガラスタジオ最後までご覧いただきありがとうございました。次回第15回は2月に更新する予定でございます。ということで、私中村愛と橋村姫と黒間ゆうきでございました。ありがとうございました。ありがとうございました。この番組はライブハウス阿佐ヶ谷ドラムの提供でお送りしました。命を削って必死にもがいて生きてんだ。この国を支えた男の意地見せてやろうぜ。頑張れ親父、親父、親父、負けるな親父、親父、親父、踏ん張れ親父、親父、親父、俺たちのヒーロー親父。愛する親父、親父、親父、いつかは親父、親父、親父、夢見る親父、親父、親父、この国の運命は親父にかかってる。ものはちっぽけだろうが、塵も積もれば山となる。この国を支えた男の意地見せてやろうぜ。頑張れ親父、親父、親父、負けるな親父、親父、親父、踏ん張れ親父、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 俺たちのヒーロー親父。愛する親父、親父、親父、いつかは親父、親父、親父。